料理クマチャンネルです。今日は映画レミーの美味しいレストランに登場するラタトゥイユを再現します。ソースはオリジナルで作ります。材料はこちら。ナス1本、ズッキーニ1/2本、ミディトマト1個をスライサーで薄くスライスします。耐熱皿にトマトソースを容器の3分の1くらい入れます。トマトソースの作り方は下の説明文にも載せておきます。そこにスライスした野菜を交互に重ねて敷き詰めます。オリーブオイルを回しかけましょう。丸く切ったクッキングシートをかぶせます。200度のオーブンで30分ほど焼きます。分量によって焼き時間も調節してください。ラタトゥイユを焼いている間にソースを作ります。アンチョビ1枚をみじん切り、お好みのハーブもみじん切りにしてボウルに入れます。オリーブオイル大さじ2を加えてよく混ぜます。これでソースは完成です。ラタトゥイユが焼き上がったら、お皿にレミー風に盛り付けましょう。周りに先ほど作ったソース、バルサミコを回しかけ、トマトソースと小ネギを飾って完成です。ソースが野菜そのものの味をよく引き立てます。上手に盛り付けてみてください。お料理クマチャンネルをご覧のあなたも、毎日のおかずやお弁当を動画にして収入に変えてみましょう。下の説明文のリンクから YouTube で収入を得る具体的な方法が無料で手に入ります。クマチャンネルからのプレゼントもありますので、ぜひご覧ください。ラタトゥイユ、ラタトゥイユ、ラタトゥイユは次回はブリ大根を作ります。お楽しみに。チャンネル登録もよろしくお願いします。